こんにちは、NTT コミュニケーションズです。私たちのローカル 5G では、今回、ショーネットツアーのライブ映像を定置園で配信いたします。NTT グループの先端 5G 技術を結集し、トランスポートネットワークは、オープン光伝送ネットワークを活用した上で、柔軟性のある確定通信を実現する NTT 研究所の FDN を使用。同じく NTT 研究所の DUPF は、DPU を用いて内製開発で実装され、ドコモ 5GC と連携します。また、UPF としての転送処理だけでなく、ファイアウォールや VPN など、キャリアネットワークならではの付加価値機能を含め、オープン化が進む DPU ハードウェア上で実現しています。UPF on EKS Anywhere では、オンプレミスで動作する AWS EKS 上に UPF を構築しています。これらを NTT コミュニケーションズ内製開発のオーケストレーターであるコモナス SDK からコントロール。光伝送区間を含めたエンドツーエンドのネットワークスライス生成をオンデマンドで実現しています。NTT コミュニケーションズでは、オーラン、マルチエッジコンピューティング、スライス層の技術を組み合わせ、経済的で導入しやすいローカル 5G システムを提供します。ショーネット2024では実用局免許を取得し、会場全体をローカル 5G のカバーエリアにするようエリア設計を行いました。アンテナはキャットウォークに設置し、死角なくローカル 5G の電波を届けます。今回の NTT コミュニケーションズが提供するローカル 5G システムは、RU、CU、DU が一体型の G ノード基地局であるアクセスポイントと 5G コアなどのシステムを一体で提供しており、現状の企業内ネットワークを簡易にローカル 5G で拡張することができます。また、独自のマイクロスライシング機能によるアプリケーションごとの QoS 機能も提供しており、企業内で様々な用途に応じた使用を可能にしています。ショーネットウォーキングツアーでは、ローカル 5G を活用したツアー説明を計画しています。iPad で手軽に高い品質のローカル 5G を実体験できますので、ぜひ手に取って体験してみてください。今年のショーネットでは、次世代通信基盤 ION の要素技術である APN、ウォールフォトニクスネットワークを導入することにより、低遅延、低ジッターな対外接続環境を提供いたします。国内 IX やインターネット、さらに各種実験ネットワークを波長のまま会場と接続することで、APN の光波長多重化による大容量転送を実現します。また、ショーネットでは、IP とオプティカルが統合した装置や、オープンローダムのような多種多様な装置が使用されるため、それらマルチベンダーな装置による波長を収容可能としています。今年のショーネットの対外接続では、合計6波長、最大 1.8 テラ BPS の伝送環境を APN で提供しています。